チェコ共和国議会は、チェコ共和国の立法府である。首都のプラハに置かれている。両院制でいずれも直接選挙で選出されている。会員に相当する大議員は上院に相当する元老院よりも優越的な権限を持っている。議会は、議員内閣制のもとで権限を行使している。議会は、法案の審議と採択、憲法改正、国際合意の承認を行い、 必要であるときは戦争状態の宣言、領内への外国軍の駐留や国外へのチェコ軍の派兵を承認する。また両院は合同会議で大統領を選出する。チェコの現在の議会制度はハプスブルク君主国の時代にまで遡り、1861年にオーストリア帝国で帝国議会が設置されたことによる。1918年に チェコスロバキアが独立を宣言した後は、チェコスロバキア人民会議が帝国議会とボヘミア、モラビア、シレジアの各議会から立法権を継承した。第2共和世紀及び1945年から1990年までにかけて非民主的な体制の下で議会は存在してきた。1968年の連邦国会への改装を受けて、 チェコ社会主義共和国とスロバキア社会主義共和国でそれぞれ国民議会が設置された。大議員は連邦期のチェコの議会であったチェコ国民議会を継承した一方で、元老院はチェコスロバキア第一共和世紀に習って1996年に設置された。ありがとうございます。